昔はほら10代の頃は黄色はフルスロットルだったけど Windows がと Mac があることも知らない。本当にマジで泣けましたよ。はい、こんにちは、村岡正則です。今回の動画は赤塚圭一に深い質問を20個してみたの後編です。11問目からいきたいと思います。前編はねめちゃくちゃ面白い話聞かせてもらったんですけど、後編もねいっぱい聞かせてもらいたいと思います。面白かったですか。どうだろうな。はい、ということで11問目いきます。一番大切な思い出は何ですか？まず必ずそこから入る。ありすぎるよね。ありすぎる。いや深いっていうかさ、うん、広すぎて。ちょっとパッと今浮かんだのは、2012年に君と美子さんと3人でキング行ったじゃない、アラスカに。で、あの前から僕は海外遠征行ってたけど、うん、あそこから加速したんです。翌年に2013年にフィッシュワンを2012年からやってたけど法人化したの。有限だったのか株式化して、オフィスもクリニックの曲がりだったの。僕白衣着てたんですよ。真っ黒い顔してでカウンセリングしてたんですよ。なんかが来たよな。うっさんくさかったな。うっさんくさってこうエレベーター開いて言ってんの。ちょっとやめてくんない、患者さんいるんだからうさんくさいとか言うなみたいな。であの時は、はい、そのクリニックの、受付っていうかその曲がりをしてて、はい、そのカウンセラーとして、うん、どうしましたちゃんとやってたんですよ。ああ痛いんだみたいな。要するに入れ歯が痛いっていう風なところの、そのカウンセリングで、じゃあちょっと見せてもらっていいですか、うん、でドクターと一緒に見たりとかいうのから、要するに法人化してオフィスを借りたんですよね、うん、そういった意味であそこから加速したんで、キングきっかけ で、はい、でたまたまその結構いいのがね、はいはい、出たじゃない、はい、あれもその今のフィッシュマンって考えたらちょっと忘れられない思い出では。確かに僕が誰かが釣った魚を自分が撮った写真で一番思い出、あれあの一枚ですね。すごい写真だなと思って。キャノンの一眼で撮ってくれたじゃない。カメラの威力ってすごいなみたいな、ね、僕のこんなちっこいコンテンツとはもう違うぞみたいな。 であれでポスターにしたり、そのカタログに入れたりっていうので、あの一匹と、まあ、伊藤のメーターもあるんだけど、はい、7点の、ね、番手が完売したんです、うんうん、あれでやっぱりそう加速して、要は1回目のフィッシュマンとして発足1本目のロットが完売して、本当に後に人が便利だなって思えるようなものっていうのはなんか味方してくれるよね、うん、伊藤の105が釣れたり、キングサーモンの125が釣れたり、うんうん、そのまま2発でドンといっちゃってね、うんうんうん、だからいや一番流れが変わった。そうだよね、なんかベイトロット味方してくれるんだなみたいな、うんうん、っていう部分ではそのきっかけがそれなので、もしかしたら一番いい思い出。あの旅楽しかったですね。自分も未だに人生ナンバーワンの海外旅行、うん、あのアラスカの旅ですね。そうだね、その最高の思い出に関われてよかったです、うん、12問目、うん、はい、じゃ今度反対に一番最悪な思い出は何ですか？最悪な思い出、あのね最悪なのって結構忘れちゃうよね、うん、ただね北海道にいるじゃないですか、冬って道凍るんですよ。道がアイスバーン、アイスバーン、本当のアイスバーン、うん、もしくはもうミラーバーン、ブラックミラーバーンっていうのが一番やばくって、もうあの冬タイヤでも止まんない、スパイクじゃないと止まんない。だけどスパイク今禁止でしょ、うん、スパイクってのはそのゴムに鉄のピンが打ってある、はいはい、ダメだからそのスタッドレスでみんなやってるわけなんですけど、でもブラックミラーバーンはどうやったって止まんないの。どういう状況ですか？氷がずっとその高速道路で張られてる、で微妙に気温が高い、例えばそこの上にもう 0.01 ミリ水が乗ってると思ってください、はい、歩いてたって滑るでしょ。水の膜があるんですよ、ね、そう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 。でその時にお正月1月かな、テーマなんだっけ、嫌なの、最悪の、はい、あ最悪だこれ、うんうん、超最悪です。よかった全然違う話してんのかと思って、バーンと夜です、はい、でもちろん冬タイヤで走ってたら、それこそ札幌の近くの高速道路で100キロぐらいでしたのかな、はい、そんなにミラーバーンかどうか分かんなかったんだよね、うんうん、そんなハンドル取られるとかなかったんで、でバーッと走ってたら前の車のテールランプがこう回ってんのよあ、いや、あそこ、あそこ凍ってる、あそこやばいぞ、あそこ凍ってるって思った瞬間に俺も回ってるわけ
こういう感じ。やっべ入ったってなって、もうぐるぐるスピンしてるわけ、100キロで。スピンをして、で、中央分離帯にドーン当たって、で、そのクッションで反対側の車線に雪が、雪壁が出来上がってて、ガーン当たって、4回か5回、多分もうくるくる回りすぎて、覚えてないんだけど、ガン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 って当たって、例えば、こっち前ね。こう行ってガンっつって、ガンって行って、ガンって当たって、4回か5回回った後、元に戻ったのよ。やっぱそのまま走ってみたんだよね。何もなかった。何もなかったように。でもね、ガラスがほぼ割れてて。全面。で、1月だからめちゃくちゃ寒いでしょ。寒いですね。外はマイナス5度とかで。めっちゃ寒い。フロントガラスだけは残ってたんだけど、で、後ろはもう全部ないんですよ。で、あとね、こうやって、あ、このまま帰ろうって思って。だけど、なぜか左に左にずっと行くのね。で、車種が曲がってんでしょうね。ちょっとこれスピード出せないぞって思ってて。で、あとライトが、こっちが下がって、こっちが上行って。こっちがもうナチュラルハイビームなんですよ。高速道路でみんなバーンって、まあそれなりにのスピードでミラーバーンだから行ってる中で、俺は、3、40キロで左側の雪を噛みながらゆったり帰って警察も呼ばずに、はい、交通事故ってことで。じゃあ続いて13問目いきたいと思います。もし1年後に死ぬことが分かったら、うん、今の生き方を変えますか？やるとしたらその理由は。いや変えないだろうな。この質問自分の説明見せ全員変えないんですよ。変えないよね。あ、いやこのまんまでいいって今んとこだから45カ国ぐらい行ってて、うんうん、で、1年間で、やっぱ同じとこばっかり行ったりもするから、うんうん、1年間で増えたとしても、プラス2カ国、うんうん。で、向こう10年で20ぐらいしか増えない。っていうことは、うんうん、マックス65カ国ぐらい。だけどそれが1年でしょ、うん、じゃあ4つぐらい新しいとこ入れるかっていうのと、で、可能であれば1年なんで、うんうん、その本当にお世話になった人と行きたいよね。うんうんうん、いや、これはちょっと、愚問だったな。もう、浜さんも結城もみんな、いや、このままって、うん、変わんないな。もう、自分の生きる道が見つかってる人に、この質問してもダメだったんだな。じゃあ、続いて、急に、ちょっと、柔らかい話題なんですけど、14問目いきたいと思います。柔らかい。はい。あなたにとって、いい女とはどんな女？うん、ほう。ほう。柔らかいね。聞いてみたい、一番。そうだな。これ、年々変わってくるよね。それはアップデートですか？それとも変化ですか？アップデートというか、まあ基本に立ち返るのかな。うん、さっきの友情と似てる。うん、理解をしてくれて、で、なおかつ、すごく難しいけど、うん、なんか、そのベースに相手を思いやる気持ちが入ってる。うん、入りすぎちゃダメだけど、うんうん、多少だよ、っていうのができる人はやっぱいい女なんじゃない、うんうんうん、だみんなができないわけじゃないけど、デフォルトでできてる人も、いるし、うんうん、なんかエンジェル指数が高い人、うんうんうん、それを意識してるだけでそれこそ怒らないよね、うんうん、相手を分かってたら、ね、さっきのと同じだよね、まあ、反対意見みたいな時でもちゃんと配慮っていうか、そうそうそうだね、いいですね、うん、じゃあ続いて15問目いきたいと思います、はい、あなたの人生の中で、うん、愛や友情はどんな役割を果たしますか？役割、うん、これみんなにしてんの？こういうの。はい。マジ？はい。いつも一緒？はい。あ、そうなの？愛とか友情が、ケンさんの人生にどんな役割を果たしたか。なんだろうね。安堵？安堵、はあはあ、安心感、ね。安心感、はい。うん。例えば旅行って帰ってきて、その友達とか、好きな人とか見たら、うん、安堵しない？しますね。はい。すごい、ああ、帰ってきた。無事帰ってきたなって、はいなるね。やっぱケンさん旅人なんですね。だから非日常から帰ってきたっていう。そうだね。時のそこに愛とか友情があるわけです、ね。かな、うん。面白くなくてすいません。いやでもまあ深いですよ。深い深くていい話。久しぶりにだから会った時とか旅から帰ってきて、うん、でアマゾンとか行くと3週間とかなんですよ。うんうん、長いんでそんな答えかな、うん。そうですね。どうでしょう。いや、いいと思います。はい。帰る場所ってことなんですね。うん、じゃあ次、多分ケンさんが好きな質問。はい、16問目いきます、うん。人生で一番思い出深い曲を教えてください。
ありすぎるって。ですが、一番。例えばね、聞き始めとかが、小学校高学年ぐらいの時に、こと洋楽っていう部分でね。で、その前とかは、ニューミュージックとかが流行ってて、うん、例えば、アリスとか、ピンクレディとか、うんうん、長渕剛とか、うんうん、西城秀樹とか、うんうん。洋楽に小6でハマったんですか？小5か。小5で洋楽ですか？うん。どう思ったんですか、最初。いや、かっこよすぎるでしょ。それまで、そのニューミュージックのテンポとか、演歌とかしか聞いてないのに、これね、忘れもしないんですけどね、友達のね、家に何人か行ったら、はいはい、親父が、その友達の親父がビートルズが好きで、うんうん、洋楽、あ、好きになったんだって、つって、うんうん、じゃあビートルズを聴け、うんうん、とかっていう親父が現れたり、はいはい、で、その友達の兄貴がもうちょうど高校生ぐらいで、うんで、なんかこう、ラジカセみたいな。レコードですよね。レコードです、はい。兄貴の部屋と隣の部屋だったから、その友達の家がね、はいで。そこで俺らはジャンプとかマガジンを読んでるわけ、うんうん、横になって、うん。でも兄貴たちの方がかかってくる。うん、でもしょっちゅう行ってたから、うん、その時のヒットチャートみたいなのがこう耳に入ってくるわけだな。うんうん、もう何年も行ってたんで。そのかかってたのって、その兄貴たちが聞いてたのも、聞いてた。で、僕らにはタイムリーではなかったわけ。うん、ある時に、あ、これ聞いたことあるなって、例えば喫茶店とかさ、うんうん、いろんなところで流れてて、うんうん、これ何の曲だろう？でも聞いたことあるな。うんうん、何だろう？っていうのあるじゃない、うん。で、その時って今みたいにスマホで鼻歌で聞かせるとかできないから、うん、絶対にたどり着けないよ。その曲名とアーティストに。で、レコード屋さんで探すことすらできないの。全然わかんないって思っていた時に、あ、これ好きなんだよな、どこで聞いたんだっけな、友達ん家だ、うんうん、っていうのがあって、お兄さんに聞きたいんだけど、うん、曲名がわからないから言えない、うんうん、鼻歌でやったんだけど伝わらないわけよ、はいはい、もうフルで聞きたいわけ、はいはい、どうしたらいい、どうしたらいい、うん、みたいな時にラジオで流れた、うんうん、電話して、うん、今かかってるのは誰の何という曲ですかって聞いて、もうすっきりしたっていうの、これでレコードを探せるわけだ、うんうん、すごいでしょ、はい、そこまでのプロセスが。で、それが、トトっていう人の、50の人だったらもう、トトを踏まえてるわけ。うんうん、もう必ず聞いてた。必ず聞いてた。って思うぐらい俺は好きだった。で、それの、アフリカっていう曲があるの、うん。それがもう、なんであんなにぐさっときたのかわかんないんだけど、激しくないんだよ。すごくアフリカの大地を思わせるような、うんはい、その淡々としたメロディーなんだけども、はいはい、で後にその歌詞を見たら、なんか若者よ今旅立てみたいな歌詞があったり、なんかすごいでかい夢ってのはそんな一朝一夕にならないよみたいな歌詞で、本当英語の意味もそう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 、はい、っていうのがあって、でそれがあまりにも当時は好きだったから、釣りビジョン見たことある人だったらわかるんだけど、世界釣り旅の実はオープニングに使ってるんです。あ、もしかして、あ、なるほどね、これね、あ、そういうことなんですね、あれで使ってるんですよ、です、うん、外アフリカ、うん、かっこいい、これは言ったらだから、うん、思い出かな、好きな曲はたくさんあるけど、あ、わかります、だから結局ね、ケンさんの釣り人的生き様が今の釣りビジョンのね、ケンさんの世界釣り旅じゃないですか。うん、このオープニング曲、釣りビジョンさんだとどれ使いますかってね、なんかこれ選んだわけです、ね。そうそう、これを選んだっていう。一番だろうね、うん。それも印象に残ったのって、当時、たどり着けなかったからなんだよね。なかなか、うん、いや、頭にメロディー浮かんでんのに、ね、曲も人も出てこないんだよ。よね、あーって、すごいもう何十日間のもどかしさ、その分かった時の、あの爽快さだから刻まれたなあれによって。めっちゃいい話ありがとうございます。はい、じゃあ続いてあと4つです、17問目ですね、過去一番恥ずかしかった体験を話してください。過去一恥ずかしい過去一あれ高速道路も結構恥ずかしいよね、うん、これも車の話なんですけどジャミジャミの雪の上走ったことある？要するに3月、北海道だと3月ザラメが積もってるザラメの時に、まあ、そういう3月4月って北海道そうなんですよ、はいはい、3月の中旬ぐらいかな。でその時にとある港にで釣りを
してて、20キロぐらい離れたところに友達がいて、うんうん、今連れてると言われて、うんうん、行くわ、うんうん、で急いで行って、はい、近道をして農道を走ったんだよ、はい、ここの方がショートカットできるだろう、うん、したらザラメ雪だったのね、はい、でもそれはね、俺北海道行った1年目だったのさ、もう雪道バッチリじゃん、うん、って思ってたの。過信です、ね、過信だね。でその農道でこんなになってるわけよ。で横畑ね。でそんなガーって行ってたら、ザラメって効かないんだよ。こういう道なのに俺こう行っちゃったの。でこで田んぼに段差がさ、これぐらいあるじゃん、 1.5 メーターぐらい、ドーンって落ちて刺さって、でも雪解けで田んぼが、地肌がうっすらあちこち見えてて、でこう行ってゴンっつってゴンってなった。でこう助手席のドア上から開けるみたいな、はいはい、ちょっと映画的な、うん、あれね、重くて開かねえんだよ。ですよ、ね、ハンドルに立つってやつですよ、ね、そう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 。でもなんとか出て、はい、で面白い絵じゃん、自分の車が横になってるって、うん、面白いから記念撮影撮ったんだよね。記念撮影でピースとかしてたら、農道を何台かが走っていって、ちょっと恥ずかしくて車に隠れたかな。やってるところ、あそこ見られるのは恥ずかしいよね。ちょっと恥ずかしかったな。分かるな。じゃあ18問目いきたいと思います。最後に人前で泣いたのはいつ、どんな時ですか？あ、簡単、今年です。今年、うん、今年のフィッシングショー横浜、2月で、びっくりしたのがね、はい、僕が立ち上げの時に、はい、横浜磯子とかでイベントやったんですよ、キャスティングさんのね、はいはい、でその時からだから1機種目2機種目ぐらいからのユーザーなの、はいはい、で毎年横浜に来てくれて、はい、奥さんとか、はい、友達とかと来てくれていた人がずっといて、はい、お土産も毎回持ってきてくれて、はい、で今年ね、見てるかな、松葉杖、はい、どうしたの、うんうん、なんかアクシデント、うんうん、事故で痛いんですっていう風な感じ、うんうん、じゃあ釣りなんかあれだねって言う、うん、まあねって言うかと思いきや、奥さん と、友達に支えられて、うん、しょっちゅう行ってるんだって。でその友達も毎回毎回だから車椅子だったりで、いろんなところに連れて行って奥さんと肩でやって、何やってんのってことか思うかもしれないんだけど、うん、それを毎週とか、その俺がそのショーで会う、もうずっと前からだから、うん、半年とか8ヶ月とかをそれをやっていて、でそうなんですよって言って、横でその友達がニコニコしながら、その彼と俺を見てて、うん、で奥さんも彼と俺を見てて、3人対俺みたいな感じで、うん、でそしたら友達と奥さんの気持ちを考えたら、なんかこう熱いものが込み上がっちゃって、まあ、それはよくある話なんだけど、一回込み上げたらもう止まんないよね。ああダメだって言って、モード入っちゃって、ジャバーってなって、でこれはまずい、みんないっぱいいるわけ、ショーだから。で思えば思うほど、ダメだダメだって思えば思うほど、なんか止まんなくなっちゃって、そのままバックヤードに部屋。それでもうあのロッド、新しいやつが、んすげえ使えますねとかって言ってくれる、うん、いやーやっぱこういう人たちに支えられてんだなーなんて、周りのご苦労とかも考えたら止まんなくなっちゃった。あんなに人前で涙出たのは初めてかもしれない。その奥さんも友達もそれができる、半年間とか8ヶ月間とか、できないなー。でもそれでも釣りができるってすごいよね。そういう趣味なんだわ、環境さえあれば。はい、じゃあ行きたいと思います、はい、19問目です、冗談でも許せないことはありますか？一回も聞いたことないですよね、ケンさんと。 あいつ許せねえみたいな。いやだって負けだもんね。要は愚痴とか悪口、はい、怒りを言ったらもう負けだね。なるほど。要するに不運が襲いかかってくる、あデススパイラルが襲いかかってくる。行った方が負け、行った方が負け。言ったら気持ちいいのかもしれないけど、そんな気持ちよさはいらないな。負けたくないので、だから言っちゃいけないかな。言っちゃいけないで、別になんかグラグラしてることもない。そうそう、ない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 。それは押し殺すっていうか、でも思う時あるわけじゃないですか、うん、おなんてことしてくれんだみたいな。いやいや、まあね、そこからどう消化するんですか。いや原因があるじゃん、なんてことしちゃったんだっていう、はい、その
手前に何段階かクッションがあって、そこを詰めて考えていったら、これしなかったらこうならないから。その人じゃなくて原因とかで、これでいけなかったとか。そう。っていうふうに考えれば、その結果許せないっていうふうにはならないよね。うんうん、最初の俺のあの余計な一言だったなとか、あれを伝えちゃったがためにこれを真似てるなってありますよね。そうだよね。だからそれが分かってれば、ああ、ごめんごめんと。うんうんいうところで落ち着くし、はい、許せねえっていう風なところにやっぱならないよね。まあ、なったら負けですよ。なるほど。本当に。怒っちゃダメ。絶対に。いいことないです。怒らない、焦らない。うんうん、まあ、あくまで理想で、そういう風に思いたいなという意識さえしてればいいんじゃねえかなって。素晴らしいです。うん。じゃあ、天さんの近い人が、許せないことあったんですよ。聞いてくださいよって来たときは、どんな風に正しい方向に導くんですか？いや、導けるかどうか知らないけど、まず一連の話を聞いて、いや、ここだそこおかしいよ つって。やっぱ原因を。いや、そう。はい。はい。じゃあ、ラスト。ラスト。20問目です。はい。これから10年、どうありたいですか？1年の時言ったんだけど、まあ、行けてプラス2じゃない？2カ国。だから10年で。新しい国に2カ国。そう。新規。で、俺は検索しても情報が何も出てこないようなところに行きたい。で、そこでどんな魚がいるかとか、まあもちろん魚を探し当てて、で、そのエリアに行くにはどういう交通機関を使ったらいいのかとか、宿はどうしよう。で、ガイドはいるのかなとか、検索をかけて、英語検索をかけても、まあ、出てこないっていうことがあって、で、そういったところがなんかね、興奮する。あと、Facebook はやっぱり外人がよくやってんの。Facebook とインスタだよね。外人が。海外の釣り人。そう、やってるのが。で、それで Facebook って、日本ではオワコンなんて言われてるけど、うん、海外では全くオワコンじゃないの。うん、全然ガンガンなのよ、うん。好きな業種が仮にあったとして、そこでそれを検索をかけるわけ。英名で。スペース、モンスターとかって入れたら、ドーン出てくるわけ、うんうん。どこの国だこれっつって、地図で開いて、スロベニアのどこよって言って、まあ、その人が住んでるところがうわーっと Google マップで寄って行って、ここはどうやって行ったらいいんだとか、うん、この人メールしてみよう。まずこんにちは、日本の釣り人です。僕もその魚興味があります、うんうん、で俺のなんか写真とかを送ってあげたりして、はい、そうすると大体帰ってくる、うんうん、遠征ばっかり でいないん である程度話をつけて代理店に振る、うん、旅行代理店とか、ここの魚をちょっともっと調べてもらえませんか、ガイドも他にいませんかみたいな。で、情報はそうやって集めて、で、代理店に振れば、代理店もその業種が面白いって言ったら、パッケージツアー商品としてヒットするかもしれないじゃん。で、それの入り口はもう俺が各国でやってくる。僕はカウントが増えていくじゃん。で、それが結構僕はハマってて、それとやり取りをして、で、俺がレスポンス悪くなっちゃうから、だから誰かに任した方がね、うんうんうん、いいじゃない。で、なおかつ俺はほら、ワンワールドで固めたいから、はいはい、表記会社って3つあるんですよ、グループが、うん。世界でね、ワンワールド、スターアライアンス、スカイチームっていう、この3つにほぼ世界中の航空会社が加盟をしてるわけですね。はい、その一つのアライアンスの中で航空券取ってれば、マイルが一箇所で溜まっていく。マザチもずっとやってるけど、はい、マザチの方が全然先輩だからね。うん。俺は後からなんだけど、乗る回数の頻度が勝っちゃったから、加速して知識を覚えていって、今俺、本書けるぐらいになってるよ。それで固め打ちをしていったら、何の話だっけ？はい、ということで世界でお得なお話トークでしたとか言って、これから10年ああそうだそうだ、違った全然一番脱線したな、はい、向こう10年がなどうしたって。もういいですよ。この調子で頑張ってくださいってことで、はい、ということで健さんに、20の深い質問聞いてみましたってことでした。はい、ありがとうございました。またね、本当は本編があって、海外旅行まだやんの？海外旅行をおすすめをね、別の回でね、うちもね、ぜひご覧ください。ということで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。